はい、こんにちは。ソニーショップテックスタッフ店員佐藤です。今週の YouTube チャンネルなんですが、今日はですね、ちょっと今週末でにお伝えしないといけない、ちょっとお得なソニーストア情報をまとめて、短時間でお伝えしようと思います。まず最初はですね、こちら冬のラッキー抽選会ということで、ソニーストアさんで、秋にもありましたけども、エントリーするとその場であのすぐに、抽選結果が出るというお買い物券のプレゼントキャンペーン、こちらが始まっています。よいしょ。抽選して当選すると特大ラッキー賞で、今回はお買い物券10万円というのが、あります。15万円以上のお買い物で、使える10万円分の、お買い物券というのが発行されています。それ以外にも、前回は 一等賞だった大ラッキー賞というのがあって、こちらお買い物券3000円で、かなりラッキー賞ということで1500円分、500円分、100円分という、その場で抽選ができるものがあります。今のところ当店でちょっと試してみたところですね、1500円が3件、あと500円が1件というような形で、あの重心が1500円のところにあると思います。1月末まで使えるお買い物券が、抽選した翌日のお昼頃に当選つきますので、ぜひこちら運試しで試してみてください。さて、今回お伝えしたいのはですね、こちらです。おうちエンタメロトキャンペーン、こちらがですね11月18日から、スタートしていますが、続々 と、今抽選された方で、今週も先週も、お買い物に店頭にお買い物に来ていただいているお客様がいっぱいいらっしゃいます。ブラビア 4K ブルーレイレコーダー、サウンドバー、ネックスピーカー、こちらの4製品の、キャッシュバックの、購入前にキャッシュバック金額が分かるという抽選キャンペーンになっています。なんと1等で出た方がですね、先週お一人、今週もお一人来られていらっしゃいます。うちみたいにお客さんの少ないお店でこれだけ1等が出てるというのは、ちょっとあの割とこれ当選確率がかなり高いのかなというふうに思います。私もあの全2等っていうのが先週あのこれ始まった時に出ましたし、結構そのなんて言うんでしょうね、2等3等あたりに重心があるんですけども、1等もあのちゃんと出ているというところです。こちらでですね、ブラビア5万円というのが出ると、やっぱブラビアちょっといっちゃおうかなっていう気になるんですけども、今回は対象モデルが限られています。有機EL か X95K という、液晶モデルの最高品質のモデル、このモデルだけの、今回対象になっておりまして、そうするとお値段がですね、一番安くても A80K の55型37万4千のモデルになると、5万円当たってるので相当な値引きにはなるんですけども、ちょっと買いやすい金額ではないかなという方もいらっしゃいます。そういった方にはですね、こちらが今回一番お伝えしたかったんですけども、12月7日まで、来週水曜日までやってますが、X80WK というソニーストアのネット通販専用モデル、こちらのタイムセールが行われております。相当な安さになっています。こちら価格の方を見ていただくとお分かりになりますが、これ X80WK というのは、液晶モデルの一番ベーシックなモデル X80K の派生モデルになっておりまして、違いはスタンドの足の色が違うのと、フリーハンドで、音声検索をする、この機能がちょっとついてないだけ、それだけで、1万円ちょっと、安くなっているモデルになっています。で、これがですね、通常26万4千の75型がセール特価で19万8千になっていると。でさらに、マイソニー ID をお持ちの方でしたら 10% オフクーポンが使えますので、17万8200円で購入できるようなモデルになります。先ほどの、ブラビアロットキャンペーン、おうちエンタメロットキャンペーンの、対象モデルではないので、ここからキャッシュバックはありませんけども、絶対値段がすごい安いモデルになってますので、こちらの方が、ブラビアを今買うんだったらお得かなと思います。気になる納期なんですけども、今先週はですね75型も全部即納状態だったんですが、今、入荷次第出荷に75型は入ってしまいました。でも65も55も50も43型も、全部今のところまだものがありますので、翌日出荷、明日12月3日土曜日の出荷になって、最短であれば12月4日の日曜日の届けになります。今ブラビアを買って気になるのはやっぱりあれですね、ワールドカップサッカーですね。今朝もちょっと私も3時半から起きてですね、一生懸命応援させてもらいました。その時にはですね、今アベマで、
無料でインターネットで試合が見れますので、日本スペイン戦をブラビアで見ながら、アベマの方ではドイツコスタリカ戦を同時に見るということができました。最初ですね、ドイツが点を取って、その後、コスタリカが2点取りました。最悪のケースというか、コスタリカが勝って日本が勝ってしまうとスペイン行けなくなっちゃうので、そこでスペインのエンジンかかるかなと思ったんですけども、その後にドイツがですね、また点を取り返してくれて、3点取ってくれたのかな。おかげでスペインそんな本気にならずに最後まで行ってくれたのかなと思います。そんな見方もちょっとこうやってスマートフォンとブラビアがあるとできるような世の中になりました。同時に2つ見れるってすごいですね。かなり面白い試合になりました。で、その今度次は日本クロアチア戦が12月5日、月曜日の夜0時から、フジテレビで放送があります。これになんとまだ間に合うんですね。 X80WK を今日今このままで注文してしまえば、日曜日に到着しますので、セッティングして、月曜日にはもう、テレビがワールドカップが新しいブラビアで見ることができます。そして、準々決勝の方が勝ち進めばですよ、日本クロアチア勝ち進むと今度準々決勝、ブラジアと当たる可能性もある試合ですが、こちらが金曜日の0時から24時から金曜日の夜ですね、24時からになってます。でこちらは中継が NHK の担当になってますので、 NHK が担当していると NHKBS4K での放送があります。残念ながら今回のクロアチア戦はフジテレビで、4K での放送はないんですけども、勝ち進んでくれれば、初戦のドイツ戦の時みたいに NHK の BS4K で試合を見ることができます。そこにも勝って準々決勝にも勝つと、今度準決勝、こちらはですね、火曜日12月13日の火曜日ですね、再来週ですね、また朝4時からなので、13日というか14日の水曜日の早朝になるのかな。これも、放送局がまだ決まってなくて NHK かテレビ朝日となってます。NHK だとまたここでも BS4K で見れます。そしてその試合に負けた場合は3位決定戦土曜日の0時から夜、フジテレビで、そして、勝ち進んでいくと今度は決勝戦が日曜日の0時から夜ですね、BS4K で見れるような形になります。X80WK があれば BS4K の試合も、見れますので、ぜひこの機会にご検討になってみてはいかがでしょうか。そして先ほどのロトキャンペーンなんですけど、狙い目の製品が実は一つあります。これを買うのが一番お得というものがサウンドバーの HTX8500 というモデルになります。こちらはですね、ソニスタ価格 47,300 円で、その AV 商品 10% オフクーポン、こちら使うと 42,570 円で購入できる商品なんですけども、もしこれでですね、先ほどのロトキャンペーンで3等が当たっていると、キャッシュバック5,000円なので、まあ 42,570 円は払うことになるんですけども、キャッシュバック計算に入れると 37,570 円になる計算。ロト当選2等で1万円キャッシュバックだと、42,570 円ではなく 32,570 円相当になる。さらに、1等がもし当たっていれば2倍のキャッシュバックになるので、すごいですね、半額近いですね。 22,570 円でサウンドバーが1つ買えてしまうという、そういうちょっとお得な商品になります。おうちエンタメロトキャンペーンで、当たって、これでサウンドバー買おうかなと思ったら、まずこの X8500 ちょっと考えてみるといいかもしれません。ちなみにこちらの X8500、どういうモデルかというと、今一覧ちょっと画面に出てると思うんですが、シリーズの中では最も安いシリーズに近い、サウンドバー、ウーハー内蔵のサウンドバーとしてはこれが、一番、小型のモデルになります。ここでちょっと注目ポイントがあってですね、 eARC 対応というのがあります。eARC というのはですね、これちょっと次の画面に出てますけども、ドルビートゥルー HD アトモスとかドルビアトモスなど、そのまま伝送をすることができる、規格になってます。ブルーレイレコーダーからテレビに信号がいって、そこから、サウンドバーの方に HDMI ケーブルで信号を出すんですけども、その時に eARC 対応のテレビであれば、そのまま、例えばトップガンマーヴェリックに入っているドルビーアトモスなどはそのまま、ドルビーアトモスの信号で行って、
サラウンド再現ができるんですが、非対応のテレビだと、そのドルビー、トゥルー HD などのアトモ信号が PCM2 チャンネルに変換されてしまうので、せっかくソフトの方にはドルビーアトモスで記録があるのに、2チャンネルステレオで聞くような形になってしまいます。このいい ARC 対応のテレビというのが、まあ、2018年モデルからこうやって出ているんですけども、2018年だと4年前ですかね。見分け方としてはですね、ちょっと複雑な表になってるんですけども、基本 BS4K チューナーが内蔵しているブラビアはほぼ全て EARC 対応になってます。X8000H という2020年発売のモデル、これだけ唯一、チューナーを内蔵してるんだけども、EARC に対応してないというモデルがあるんですが、これを除くと 4K チューナーのついているモデルは全て EARC 対応になってます。その、X8500 は、EARC で対応してますので、これらのテレビと組み合わせると完璧な、サラウンドというか音声信号の伝達ができるんですけども、これに非対応のテレビだと、100% の能力を発揮できないので、もし、サウンドバーを買おうかな、うちのテレビにつくのかなと思った時に、これに対応してないというのがあれば、実はテレビの買い替え時なのかなと思います。先ほどの X80WK、こちらの購入を検討されてみてはいかがでしょうか。当店では、ウィンターフェアを現在も開催中です。12月末まで開催しています。店頭でちょっとお得に購入できる特典をご用意してお待ちしております。1万円以上の AV 商品のお買い物でガラガラ抽選会というのもご案内していましたが、残念ながらこちらはですね、全て出てしまいましたので、ガラガラ抽選会はもう終わりました。その他各種ご製薬記念品があります。それと、初めてソニーストアをご利用になるという方にも AV 商品の長期保証の 50% オフクーポン、3年ワイドと5年ベーシック保証を、こちらを、半額にするクーポンを店頭でプレゼントしていますので、ぜひご利用ください。そして、12月1日からこれ新しいキャンペーンというか、うちがやってるんじゃないんですけども、港区でですね、PayPay ポイントのキャンペーンが始まりました。対象店で PayPay で支払いをすると 20% ポイントバックになるという久々の大型キャンペーンを、12月1日から、2月28日まで行っており、当店も対象店に載っています。1回で戻ってくるポイントは3000ポイントが上限になっていまして、月に7000ポイントまで、3000ポイントだと1万5000円の買い物をすると一番、お得になるような形なんですけども、それでないと使えないわけではなくて、2枚のものでも3枚のものでも3000円返ってくるというような買い方ができます。こちらもぜひ、一緒にご利用いただければなと思います。ワイヤレスヘッドホンとか、あとそうだ、これですね、インゾーンの、M3 なんかは9900円で今値下げして販売になってますので、こちらなんかはもろに 20% 還元で買うことができます。9900円から 10% オフクーポン使って8800円なのかな。そこからさらに、20% 戻ってくると思うと6000円7000円ぐらいで買えるような感じになりますかね。すごくお得なキャンペーンになると思います。それと、今1万以上のお買い物を当店でしていただくと、年末恒例ですけども、ソニーさんの世界遺産の壁掛けカレンダー、こちらを、お一人様、1本プレゼントしています。こちらも数、限りがありますので、ね、なくなりましたらそこまでで終わらせていただきます。そして、今度は来週の土曜日ですね、12月10日池袋にて、ソニーアルファ、あとブラビアのイベントがあります。ソニーさんの方でこうやってちょっとご招待状まで手作りのやつを作ってくださいました。ブラビアの展示があるのと、あとアルファの方もですね、今回は、動画を中心とした、案内をしておりまして、セミナーとかも、会場でやっております。で、11時13時14時半だったかな、3回のセミナーがあるんですけども、当店ホームページの方で、セミナーのご予約をいただいた方にはよいしょ、こちらのオリジナルクリーニングクロス、こちらをプレゼント仕上げております。セミナーのご予約いただければプレゼントします。すごい貴重なものがなってます。これ、FIFA ワールドカップブラジルって書いてありますね。8年前なんのかな、その時の、ワールドカップのソニーさんのノベリティだったんですけども、うちの方で大事に取ってありました。
今回の日本代表の快進撃を受けてちょっと急遽ご用意しましたので、こちらをプレゼントさせていただきます。ぜひぜひご参加くださいませ。本日の配信はこれにて終了です。どうもありがとうございました。